こんにちは。こんにちは。ともしび YouTube のきなぴーです。はい、最近ミディキーボードを買いました。りょうすけです。何それ？あの、パソコンに音をデータで打ち込むためのキーボード。はい、ということでね、気を取り直してやっていきたいなと思います、はい、今日はチーズの包み揚げを作っていきたいと思います、はい、人気のおつまみメニューなんですけれども、大量に作って冷凍しておけるので、お子さんのお弁当にも大活躍すると思います。それでは行ってみましょう。行ってみましょう。はい、というわけで、レシピ動画皆さん楽しんでいただけたでしょうか、ぜひお家でも作って一緒に楽しんでください。
詳しいレシピ、そしてともし火のホームページ、各種 SNS は、概要欄にリンクを貼っておきますので、いろんな情報が載っておりますので、ぜひご覧ください。ぜひ動画のグッド評価、そしてチャンネル登録とベルマークの通知もよろしくお願いします。はい、じゃあねー。